それでは勝利ジョッキーにお話を伺います。第44回北見記念青のブラック騎乗、金田力騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。見事な3連覇でした。今のお気持ちお願いいたします。はい、勝つことができてホッとしています。昨日の雨の影響、青のブラックにとってはどうだったんでしょうか。まあ悪影響はないなというふうに思ってました。かなりライバル強敵揃いでしたけれども、そのあたりはどういうふうに考えてレースに臨んだんでしょうか。はい、まあメムロボブサップ、まあ、有利な条件をもらっていた中で、まあ、少し気持ちは楽ではあったんですけど、まあ、終わってみたら本当にとてつもなく強くて、ちょっとまた頑張んなきゃいけないなと思います。レースはそのライバルと隣同士でした。どんなことを考えて騎乗でしたか。そうですね、隣同士になったっていうことは、まあ、よかったなというふうに思ってます。 そしてあのメムロボサップという馬と隣でレースできたことは自分にとってもすごい大きな経験になったと思います。ゴール前デッドヒートでした。どんなお気持ちでしたか。はい、まあなんとか一歩前に出したいという感じで、まあ、最後辛そうだったんですけど頑張ってくれました。多くのファンが応援してくださったことと思います。最後にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、今回青のブラック応援してくれてありがとうございます。まあ、まだまだライバルとこう差を縮めてどんどん、いいレースを、ファンの皆様に見せたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。金田力騎手でした。おめでとうございます。